今回は、ダビって、純粋にどうすればよかったのかについて、読者の反応集を紹介します。高評価、コメント、チャンネル登録励みになりますので、お願いいたします。それでは本編へどうぞ。やってることややったことのフォローをしたいとかでなく、純粋にどうすればよかったんだろうか。諦めて切り替えていく。それな、ヒーローになれなくてもできることあるでしょって。体質云々抜きに、無理にヒーローになっても挫折するでしょあんな性格じゃ。英才教育受けてヒーローになってくショートを見ながらって、地獄になりそう。エンデバーは向き合って火力調整とか、トレーニングさせればよかったんじゃない？あの時期オールフォーワン捕まってないし、エンデバー自身すごい件数の犯罪を取り締まっているから、簡単に時間を避けれないと思う。氷結の個性も有無の確認やね。体温を多少下げる程度でもあれば、話はだいぶ変わってくる。エンデバーは東野を諦めさせ、格好変えようとするのではなく、自分の理想のヒーロー像を見直すべきだった。たとえ力でオールマイトに届かなくとも、東野はオールマイトを超えるヒーローになれることを、教えるのが正しい道だった。エンデバーとショート含めた家族、みんなでダビに向かおうというのも、どこまでも圧倒的な子でしかなかったオールマイトと対照的になってる。父親とのコミュニケーションを諦める、夏男の目も合わせたことがない扱いと、同じ環境になれる。エンデバーが逃げずに、向き合い続ければよかったんだと思うよ。精神面の問題も強いが幼少期に、お前は無理だ、されたのがトリガーっぽいからな。あの個性と体質があまりにミスマッチすぎる。個性を補助できるローグを作るとか？エンデバー以上の火力ってのがネックよね。エンデバーより強い火力でも、冷却できる技術が開発されてないと辛いんだが、エンデバーの火力がもうすでに冷却や耐熱難しいみたいだし、火力の上げ方しか教えてない段階で教育やめたのはマジでダメだったな。でもそれはダビっていうよりエンデバーの責任か。母親か冬美か夏くんをサポートにつけて、ひたすら体を冷やし続ける。エンデバー以外の炎や氷の個性の持ち主に片っ端から見てもらって、いろんな道を探れればな。あとはお互いのためにも、まずお父さんとしばらく引き離す。エンデバーはちゃんとオスエイとか学校に行かせて、教員の指導とサポートを受けた上で、個性の練習をすればいいだけだった。でもこいつがいろいろとお膳立てしたおかげでエンデバーはナンバーワンの地位を確立して、ようやく頭が冷えてまともになったからな。ある意味めちゃめちゃ親孝行では？エンデバーがナンバーワンになった時、めちゃくちゃ嬉しかったんだろうな。奴あたりはやめよう。しか思い浮かばねえ。お父さん大好きで、お父さんみたいなヒーローになりたいって、あの年齢の時に思ってしまった時点で積んでたのかもしれん。お父さんが大好き、が一番足引っ張ってるのかもしれないな。夢を諦めるには難しすぎた。東野が個性的にダメってなった後に、エンデバーがトドロキ君に乗り換えたのが良くなかった。エンデバーももっとフォローして焦らずに体の成長を待つなり、UA に入るなりして鍛えていけたかもしれない。オールマイトみたいなトップヒーローは無理でも個性は十分強いから、そこそこのヒーローにはなれたと思う。まあ、エンデバー自身に指導力がなかったかというと、そうでもないのよね。インターンでのデクへのアドバイスとかは適切だったし、実際それでデクは黒鞭の制御ができるようになって、さらなる飛躍につながったし、エンデバーが真っ先に教えなくてはいけない我が子が、例外枠だった皮肉。まあ、素直にエンデバーが鍛錬に付き合えばよかっただけ。体質的には長時間の個性での活動に向いてないだけで、一瞬なら問題ないんじゃ？自己鍛錬とか禁止して、数分使わせて体冷やして使わせて。ってやるのなら大丈夫な気もするが。ダビ版プロミネンスバーンなら、オールマイトの一発レベルやろうし、一発だけなら体温上昇も抑えられる。了解、こっそり自己鍛錬します。ってなりそうだけど、指導されてるのに継戦能力ないしとか、足りないとこ考えまくって、結局暴走してダビルート。将来的展望を語ればええやろ。結局はエンデバーが向き合って、どういうヒーローになりたいか。そのための戦闘方式はどういうのがあるのかってことを、話し合う必要があるだけ。父親がヴィランを討伐するなら、自分はレスキューヒーローになりたいってのもありやからな。それに合ったスタイルを一緒に考えていけば、ダビルートには入らなかったんじゃ。本人がエンデバータイプのヒーローを目指すんじゃないかなって。エンデバーがレスキューヒーローとか進めても、変わんない気がする。ヒーロー諦めろって言われてもやった結果が、本編の産業だし、エンデバーの執念深いところばっちり引き継いでるから、諦められないのがな。年齢一桁の頃って転んで怪我とかしただけでも痛くて泣きそうになるのに、毎日こっそり火傷しながら個性の練習してましたって。もう執念というか、その辺のレベルが違うよねー。ヒロアカではたびたび欲しかった言葉、というのがワードとして出てくるが、どんな言葉が欲しかったんだろうか。ただ認められたかったんじゃね？
エンデバーの夢を追いかけることを、ヒーローになることを、自分がそのために頑張ってることをな。家族として、憧れのヒーローとして応援して欲しかったんやろ。デクと同じ。ヒーローになりたかったけど無個性でなれんデクは、誰かに応援されたかったように。トーヤは体質でヒーローは無理、って言われただけで諦められんのや。応援されたいし、父親に喜んで欲しいってのが始まりやろ。自分だけでは自分を肯定できないから、誰か自分を肯定してくれませんかって感じかな。デクはオールマイトに自然に憧れたけど、ダディはエンデバーに押し付けられた道で、たまたま本人もやる気になっただけだからな。自分の夢を押し付けといてはしご外すエンデバーも、どうなのかって感じ。普通にエンデバーからの承認があればよかった。でも初期に父親と一緒のヒーロー方向、かつ父親の夢関連という、1000点満点な肯定されちゃった上、執念深いから、体質が向いてないから他行こう、他で承認してもらえばいい。が効かないんだよね、一生満足できない。体質がもっと早くに判明するか、一番初めの肯定が個性関連じゃなかったら、蹴られたかもしれないけど、後者は個性社会かつ、エンデバー以上の火力の時点で絶望的かな。まあ、ダディってなんなら今でもエンデバーが大好きなんだ。大好きなお父さんを振り向かせたいし、大好きなお父さんだからいじめたい。大好きなお父さんだから嫌がらせしたい。嫌いなら興味なくすか、普通に。ロせばいいだけだからね。こいつ突き詰めると、本当にお父さん大好きしかねえからな。他の要素に目をつむれば、山火事の怪我がもう少し控えめで、山火事の後にエンデバーに発見されれば、そこからエンデバーは、東野介護ルートに入る可能性はあるので、エンデバーは本編時空より弱くはなるが、轟家としては丸く収まる。オールマイト引退した後は社会崩壊待ったなし。ナミ本人からすれば、今が一番人生でやりたいことやってるけどな。根っこの部分ではどうだろうな。涙腺が焼けて泣けなくて、何もかも後に引けなくなって、父親への怨恨の思いを達成することだけが目標の今の気持ちじゃなく、根っこの部分。お父さん僕を見てよ、見てよ。お父さんが言ってくれたように、お父さん以上の火力出せたよ。お父さんの技を練習したよ。ショートじゃなくて僕を見てよ。って泣いてる東野の姿が奥底に見えるような。まあそうだよな。母にも姉にも次男にもサジを投げられてたし、元からヴィラン寄りの性格だったんじゃないかな。スパルタ教育受けさせられてるショートを見た感想が、親父への嫌がらせにこいつ将来殺そうだからな。そりゃドクターにも先天性の異常者判定されるわ。やけになって全突破してるだけじゃない？本来は父から愛されてヒーローやって、ナンバーワン取りたかったんだから。命を落とす危険がある個性の使用をやめて、生きてくれって言われてるの親の愛だろ。すべて振り切った慣れの果てがダディだからな。家族全員、カッコエンデバーですら止めてるんだから、誰の言うことも聞くとは思えん。冷却役の夏くんと二人で一つのヒーローとして、最初から育ててれば二人とも救われてたんじゃないかな。それをやるには二人が仲良くないとダメだけど。子供の頃から夏くんがダディのこと迷惑そうにしてたから、無理だろうな。エンデバーが今まですまなかった。ナンバーワンよりお前の体の方が大事なんだ、と抱きしめたりしてたらうまくいったんかな。お前の身体が保たない、命が大事だからもう、個性使うのやめろはおそらく言ってるだろ。病院の説明もそれだろうし。父に愛されたいってのも、実際には愛されてるのよ。でも本人がすでに理想の強いヒーローになり活躍して、すげえって言われて愛されたいと思っちゃってるし。父以上の強化力持ちであることに優越感もあっただろうから。何言われてもどんな言葉も届かないと思う。ダディの場合は、ヒーローの道を諦めなきゃ死ぬ危険が大きいから真っ当な発言なんだよな。トーヤのためにエンデバーがヒーロー引退して、寄り添う道なんて選んだら、それこそ大好きなお父さんの夢を完全に奪ってしまった失敗作だ、と感じそうだから、うまくいかないと思うんだよな。そんなの認めない、絶対諦めないって、勝手に訓練してそう。仮にエンデバーが、ヒーロー以外にも生きる道があることを好みで示す。と決意して東野のためにヒーロー引退までしたとしても、エンデバーのことをただの脱落者、と軽蔑するようになるか、オールマイトさえいなければ、不動のナンバーワンだった父を引退に追い込んだ、という自責の念で別ベクトルでこじれまくるか、この二択だろうからな。ほんと、この人どうすればよかったんだろうな。ダディとエンデバーのこれからの展開が楽しみすぎる。ホリー先生の溝知る展開。何より、体調大丈夫かな。それな。ゆっくり休んで。ホリー先生。今回はここまで。ヒロアカって本当に面白いですね。今後の展開が、ますます楽しみですね。それでは、さようなら。あ、終わる前に高評価、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。最後まで、ご視聴、ありがとう、ございました。